こんにちは。私は丸山岩石の日本髪剃りを作っております水落と申します。こちらが丸山岩石の日本髪剃りです。私どもは日本髪剃りを出荷する際、全品本刃付けを施してから出荷させていただいております。お使いになる皆さんはそのまま使ってみてください。今日はその私どもがやっている研ぎ方を紹介してみたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは本刃付けに使う研ぎの道具を紹介いたします。これが一番重要な、天然砥石の仕上げ砥石です。京都の中山というところで取れる小本山と言われる砥石です。非常に研磨力があった上に細かい粒子ですので、仕上げ研ぎには最適な砥石です。これが、三河の白名倉と言います。これは徳川家康が生まれた、愛知県の三河地方に取れる名倉と言われるものです。これを砥石の上で研ぎます。こちらは柔らかい材質ですので、合わせると名倉の方が溶けてきます。ちょうど石鹸水を巻いたような状態で研げますので、非常にスムーズに研げます。本刃付けが一応終わりますと、今度はダイヤモンドペースト、これダイヤのペーストが入っております。これを使って軽く研ぎをやりますと、肌に非常に滑らかな擦り心地になります。そんな格好で、順序を、紹介しました。で、歯掛けが出たりした時には、これ北山という砥石ですが、少しこちらよりも粗い砥石で歯掛けを取ります。あと砥石で重要なのが、まず平らにするということです。カミソリが平らになっておりますので、砥石が平らでないと当たりがきれいに当たりません。まずこういう直線器というもので、光に向かって当ててみると平らの具合がある程度わかります。それを直すにはこういうダイヤの修正器があります。これで直していただくと平らになります。そんな格好で、実際に研ぎに入ってみたいと思いますが、何分にも大事なのは砥石を常に平らにしておくこと、これが一番大事です。まあよろしくお願いします。はい、それでは、実際の研ぎをやってみます。名倉を仕上げ砥石の上に研ぎます。この程度研いで、
名倉を下ろしてもらいます。最初は回し研ぎで研げるとこういうふうに黒くなります。裏側も当てます。砥石の面はまんべんなく使ってください。それで実際の刃研ぎをやります。私らは8の字研ぎというやり方をやります。こういうふうに数字の8を描きます。ここに液が全般的に乗ってくれると刃が全体に当たっています。こうなったりこうなったりしないように平らに研ぎます。片手で研いでおりますのでさほど力は入りません。そのぐらいの力で十分なんです。それで一応どの辺が研げてるかを確認してみます。これは拡大鏡です。これで刃のエッジの部分を確認してみます。欠けがあればもう一度研ぎ直します。もうほぼ研げておりますが、もう一遍念のために少し研ぎます。この砥石の前にこの北山っていう砥石で一応当ててありますので、もう本山砥石の目になるのは割と楽なんです。
もう一遍確認します。これでだいたいこの正本山の止めになりました。はい、それでは、砥石での刃研ぎは一応 OK ですので、その上今砥石ですとエッジが鋭利すぎて肌当たりが鋭すぎますので、ダイヤモンドペースト、これ布を貼ってあるんですが、そこにダイヤモンドペーストを少し散らします。もうすでにダイヤモンドペーストがいっぱいついてる布ですので、まあ、今少しやるだけで OK です。あとは峰線香です。峰、こちらを線香で V 字研ぎをやります。実際の切れ味を試してみます。大体このぐらいの刃付けでよろしいかと思います。お客様のもとにはこの状態でお届けいたします。ただ、お客様に研いでいただく場合には何分にも刃先の部分は目には見えないほど細かいです。こういう拡大鏡を使って細かい欠けをなくするように研いでください。欠けがありますとその欠けの部分で肌を傷つけてしまいますので、欠けがないようにきれいに研いでください。それにはこういう拡大鏡が大変助かります。それと何度も言いますが、砥石は常に平らにしていってください。ぜひ試してご自分で研いでみてください。今日はありがとうございます。今後とも私どものカミソリをご愛用ください。ありがとうございました。